はい、どうも、関妻でございます。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は、前回の動画の続きみたいな感じですね。前回の動画は、ヤフー記事、まあ、ベストカーの記事かな。それを、ちょっと僕が引用して話したんですけど、それについてコメントあるじゃないですか、コメント。それに非常に興味深いコメントがね、たくさん入っていたので、それを僕がこう、まとめて、まあ、その中でいいやつですよ。いいやつだけこう、ピックアップしてまとめたので、それをね、動画にしようかなと思ってやりました。これはね、何個か前の動画でもやったんですけども、非常にね、好評で、これはね、やってもいいかなと思いましてね、これからもやっていきたいと思います。はい。僕の動画ではね、日々こうやってね、バスのこと、車のことなどね、配信してます。興味がある方はチャンネル登録の方お任せしますので、よろしくお願いいたします。これがね、メインチャンネルでございます。他にサブチャンネルやっております。気づき日報っていうのをやっております。こちらは日々の雑談なんですよね。うん。まあ、たわいもないことを言ってますよ。これもまたね、僕には非常に意味があるものなので、まあ、好きな方はね、見ていただければと思います。ショート動画もやってます。ショート動画もね、最近更新してないけど、まあ、メイン動画を圧縮したような感じで面白いところを切り抜いたものなので、それを見ていただければね、いいかなって思います。あとは、各種 SNS だね。SNS も Twitter、TikTok、Instagram とね、各種やっておりますので、こちらの方もね、興味がある方はフォローのほどよろしくお願いいたします。それではね、動画に入っていきたいと思います。まあ、パソコンに移ってね、また見ていきたいと思います。それでは、どうぞ。はい。規制緩和によるバス運転手の労働条件への影響ということでね。はい。1、労働環境の悪化っていうことでね。はい。これはね、みんなのコメントなんです。コメント。それをね、まとめて、このような形にしました。結構あるんで、まあ、最後までね、読んでいただけると嬉しいですね。1、労働環境の悪化っていうことでね。規制緩和後、労働環境が劇的に悪化した。あの規制緩和ですよ。あれは悪しき政策だったんじゃないかなって、誰もが思うところですね。はい。運転手の自由が制限され、監視が厳しくなったと。はい。まあ、ドラレコとか。そういうのもありますよね、うん。はい。やっぱりこれだよね。2、低い給料。ね、低い給料ですよ。うん、ね、うん。給料が激務に見合っていないと。本当にそうですよね。苦情が来ると、責任が運転手に転嫁される。はい。これが一番ね、問題ですよね。はい。ほんと最悪ですよね、これね。うん。どうしたもんかと思いますよね、本当に。まだそういうことやってるんじゃないかな。うん。だいぶね、欲はなってきてるかもしれないですけど、でもやってるとこやってるでしょうね。3、運転手不足の問題ってことでね。運転手が退職して減っていく現状。運転手の声を反映した記事が求められると。このね、本当に減っていくたら本当にどうにもなんないですからね。うん。反映してもらえてです、本当にね。うん。僕もね、こうやって配信してますからね。4、危険な車内環境。運転手のみが危険予測に責任を負う状況。はい。車内環境が運転手にとって危険な状態と。本当に車内はね、いろんなものがね、やばいものがはらんでますからね。ほんと動き回るお客さんとかね。うん。言うこと聞かない人とかね。文句言う人とか。なんだ、いろんなことありますからね。うん。まあ、車内事故もあるんですけどね。うん、はい。5、経営支援の必要性と。運賃や収入源を増やす方法を検討すべきと。うん、これはほんと重要です。税金の優遇策などで事業者の収入を増やすと。うん。絶対必要なことですよね。そうしなきゃ立ち行かないからね、今現状でね。でもこの税金っていうのがね、引っかかるんだよね。まあ、わかるんだけど、多くの人はそのように思わないんですけど、一部の人は文句言うんですよね。自分が利用してるにもかかわらず、文句は言うんだよね。ものすごい文句言うんだよね。いわゆるカスハラだよね。うん。あれは意味わかんないよね、本当にね。亡くなったら苦労するのにね。で、走ってればしたで運転手にすげえ罰声浴びせますからね。まあ言ったけどね、この古事記とかね、言ってくるやつ本当にいますからね、本当に。誰のおかげで、お前ら、走られって思ってんだっつって、それで、ね、本当ブーメランだよね。いや、うん。いや、走んなきゃ、あなた、利用できないでしょ、と。どうすんのって、足ないでしょって、うん。そういうためのバスなんだけど、わけわかんないこと言ってくんだよね。そういう細かいことはね、本当に動画にされるからね。こういう細かいことが一番運転手のね、ストレスなんですよ。ね。6、政府の対応不足。はい。政府の失敗により、運送業や運輸業が苦境にと。はい。運送業にも原油取引税の認定を行うべきと。これ当たり前ですよね。そうしなきゃ、本当に、やっていけないですもんね。政府の失敗。政府は失敗って言わないけどね、絶対ね。うん。失敗なんだよね。7、業界の存続問題。このままでは業界は存続できない。バス業界の改善や反省が必要。まあ中にはね、辛辣なコメントありまして、辛辣って言ってもね、このバス業界に対してね、みんな辞めればいいんだって。運転手みんな辞めれしまって、会社がね、苦労すればいい。業界がね、苦労すればいいんだっていうね、いうことを言ってる人いますけど、まあそれはね、ちょっと極論だけど、でもね、分からなくもないんだよね。本当に多くの運転手がね、もう辞めてしまえば、本当にね、
立ち行かなくなるんで。さすがに給料上げるかって思うんだけどね、なんか知らないけど給料の方に行かないんだよね。自動運転っていう方が出てくるんだよね。自動運転の方がいっぱい出てきて、あとは外国人をね雇うと、なんかそういう風になっていくね。論点がちょっとおかしいんだよね。8、給与改善の提案と。運転手の給与を上げるために税金優遇をとね、税金の軽減や免除による給与改善を提案と、うん、まあこれは減税措置っていうことなんだけどね。まあ税金を優遇しろよってこと。税金はもらうんだけど、税金は運転手からの税金、まあでもこれはね難しいだろうね、うん、まあこれは一つのコメントですからね。旧輸送要員不足と。運送業界ではトラック運転手や警備員などの人手不足が深刻だ。この問題は物流など他の分野にも当てはまりますと、うん、まあ、警備員も入ってるけどね、うん、かなりね本当要員不足なんですよ、うん、10、交通費を理解する。自分の生活を維持するには一定のコストが必要であることを国民が理解することが重要ですと。これは本当当たり前だと思います。これには実際の輸送コストを反映した輸送運賃システムを受けることが含まれますと。これこれこれ理解してますか、みんな、うん、利用してる人ね、交通費、うん、やっぱりそれなりのものは必要だよね。でも今ねみんな物価高で貧乏になってきてるんで、バスの運賃も厳しいっていう人もいるでしょうね。でもそれはやっぱり政府がね何とかしなきゃいけないわけだからね、うん、今いろいろ騒いでますけどね。11、鉄道バスの経済合理性。鉄道もバスも効率的に運営するには経済合理性だけでは不十分ですと。儲かる路線もあれば儲からない路線もありますと。もちろんそれはありますよね、うん、鉄道バスの合理性。儲かるところはまあいいんだけど、儲からないところは本当にねできないからね、うん、本当にそれはどうするかっていうことはやっぱり考えなければいけないんですけどね、うん、はあ、難しいね、うん、12、過剰な規制の悪影響。過剰な規制によって悪影響が生じた。まあ、規制緩和もそうなんだけどね。例えば運行を認められたバス会社は給与を払いたくなく規制緩和で利益を追求したと、うん、そう、運転手に給料を払いたくないんだよね、うん、規制緩和でもう運賃のダンピングが起きてるんで、どん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 薄利多売しなきゃいけないからね。だから人件費をどん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 削っていって薄利多売して利益を追求。ひどいね13、すべての規制を削除すべきではないと。マイナスの影響はありましたが、すべての規制を完全に削除する必要はありません。バランスを取り結果を慎重に検討することが重要ですと。すべての規制を完全に削除っていうのは確かにねあると思いますけど、でも規制緩和はね僕はほとんどマイナスかなとも思ってますけどね、うん、独占禁止法とかいろいろあるかもしれないけどね。14、バス運転手の労働条件の改善と。バス運転手の労働条件を改善するには補助金の増額や運賃収入の増加が必要だと。ただしどちらのオプションにも制限と課題がありますと。そうなんだよね、バン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 補助金は導入できないしね、結局税金だからね、うん、また騒ぐやつもいるしね。15、人口格差の是正と渋滞の緩和と。日本には大きな人口格差があり、人口の半分以上が大都市に住んでいますと。そうですよね、うん、これは地方の過疎化と地方バス路線の赤字につながりますということでね、これは本当に問題なんですよ。まあ過疎ってくるからね、どん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 大都市に集まるっていうことなんだよね。まあ悪循環なんだよね。で地方はどんどん人を減るから、こういう路線バスなんかも赤字になって、どん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 人も乗んなくなって、解約されていって廃止になるとか、でまたバスが廃止になれば人もいなくなる。まあ結局過疎地域になって限界集落になっていくんですよ。まあでもね、人口減少してるからね、全体的に日本全体が。だからやっぱりある程度こう集まっていくところを、コンパクトシティみたいな感じでこう集まるところが一番いいのかなって思いますけどね。まあまあこれは僕の案ですけどね、難しいっすね。まあこういう話もね、どんどんしていきます。はい、それではね、リアルな話に移っていきます。はい、どうも、はい、いかがでしたでしょうか。こちら規制緩和によるバス運転手の労働条件の影響ということでね、やってまいりましたけど、様々なねコメント入ってましたね。主にねバスの運転手の方が多いのかな。もう本当にいろいろ言ってましたよね。まあそれをね鑑みると非常にね厳しいっていうのわかりますよね。バスの運転手じゃない人もお客さんとかも言ってるかもしれないけどね、バス、あとはバス好きとかね、そういう人も言ってますね。変なコメントもあったっすけど、それはなるべく排除してます、はい。やっぱこういうね、興味深いやつの方がいいんで。まあね、きついね。うん、低い給料とかね。うん、低い給料だよね。やっぱ低賃金、長時間労働、底辺の職業っていうイメージがね、付きまとってますよね。前はそんなんじゃなかったんだけどね。やっぱり大型二種免許っていう、やっぱり最上位の免許を取るってことでね。やっぱり誇りを持って仕事ができるってことで、給料もそこそこ良くて、うん、まあ、花形っていう時代もありましたからね。バスの運転手とか、まあ、電車の運転手とここ、同レベルではないけどね。まあ、でもそれに近いくらいのね、レベルを誇ってたっていうか、鉄道会社でね、運営してた経緯ありますからね。まあ、切っても切れない存在なんですけど、
でも今はね、なんていうのかな、底辺職って言われる感じですよね。給料がなくて底辺だもんね。だってね、きついよね。まあもちろんね、バスの運転手よりももっと低い給料のところもいっぱいあるからね、一概にそれは言えないんですけどね。ただ仕事の割には給料は安いよなって思います。はい、もちろんね、まあバスの運転手の中でもね、高級取りと言われる人いますよ。やっぱりそういう会社ありますからね。それはやっぱりね、企業努力もそうだけど、収入はとても見込めるね、客層、うん、仕事、それを持っているので、やっぱり運転手に支払われる給料もね、いいわけですよ。そういう会社はね、なかなかね、競争率が激しくて入れないんです。やっぱりそうですよね。これがやっぱ市場の仕組みなんですよ。まあ、安い給料のところでいつまでも働いてるっていうのはね、やっぱり、まあ、僕自身もそうだからね、言いたくはないけど、やっぱり努力しなきゃダメだってこと、そういうところにいつまでいちゃいけないのかなって思いますよね。やっぱり安く使われちゃう。多分これ、あんまり変わっていかないもんね、この感じだとね。何言っても金言ってもって。だいぶこの話、今年は大きく言われてるけど、どうかな、去年あたりも言ってたからね。でも今年はひどく言ってるよね。変わってくれればいいんだけどね、少しぐらいはね。でもそれやるんだったらね、やっぱり僕のようにね、まあ二足のわらじ履くと、うん、何かね、こう自分のビジネス、自分でお金を稼ぐっていう会社とかに依存しないでね、そういうのをね、こう身につけるっていうのもね、これからの時代はね、まあ、僕はおすすめしますね。やっぱやってるんでね、うん、でもね、みんながみんなそんなことできるとはやっぱり思わないですよ。やっぱりそういうの苦手な人も多いですし、うん、ほとんどは多分やらないと思いますけど、疲れるからね、やっぱりね。やっぱり休んでる時間とか空き時間とか、やっぱり僕ですらやっぱりね、削ってますからね。そういうの削っててこれやってるから、まあどうなのかなっても思うけど、やっぱりそう、やっぱりね、収入の柱ちゃんとね、育てていかなければダメかなって思います。これがだんだん育っていけば、やっぱり何年ってこう掴んでみると、やっぱりうん、絶対にいい風になるって僕は思っています。はい、まあこれからね、本当に時代が時代なんで大変な風になっていくと思うんですよ。だからやっぱ収入はね、一つだけに依存しないで、もう一つね、持っておいてもいいのかな。一つだけ、もう一つ、三つ、四つってね、が持ってればね。僕の場合は YouTube 以外でもね、ブログとかやってますし、あとは投資信託とか、いろんなのやっぱりやってますよ。だから、ずっとそれをね、やるかやらないかだよね。前いた会社時代からね、うん、ずっとそういうことをやっていたので。まあね、これ余計な話ですけど、うん、僕はやっぱりそういう風に、やっぱり将来を考えてやってきてるので、このバスの運転手以外何でもそうだけど、やっぱ一つの会社、その収入に依存しない方がいいのかなって思います。とはいえね、みんなバスの運転手さんはね、疲れてますからね、本当に疲れてるからね、疲れてるからその余力はないのも重々ご承知です。その場合はね、何でもいいので、まあ、少しずつでも投資、うん、とかやってみるのもいいんじゃないですかね。暗号資産でもいいですし、株でもいいですしね。うん、まあ、ちょっとずつでもね、それはおすすめです。はい。それだったらね、こんな疲れなくてもできるんで、うん。YouTube 撮影とかね、ブログとかはやっぱりやらなければいけないからね、パソコンとか使ってね。まあ今はスマホでできるけど。まあそんな感じですかね。あとはね、僕の動画いっぱい見て、うん。いろいろね、愚痴を吐いてもらって OK なんで、コメント欄で。それは僕ね、やっぱり汲み取って、まあ動画のネタとかにもしてるんで、まあそういう風にやってもらえればね、僕的にはね、嬉しいです。はい。いかがでしたでしょうかね。今日はこういう風な、まあ労働条件とかの話ね、規制緩和。最近同じような話も多いですけどね。やっぱこういったことはね、どんどん僕はね、やっていくので、まあ、やっていかなければね、いけないのかなって、こうやっぱ使命感もやっぱありますよ。はい。やっぱ配信者ですからね、バスケ YouTuber っていう感じでやってますんで、やっぱ目標1万人目指してますので、ほんと、何卒ね、そこら辺は。ほんとみんなのね、本当にご視聴、あとはね、チャンネル登録とかも、本当にね、励みになりますんでね、これからもよろしくお願いいたします。はい。僕の動画ではね、日々こうやってね、バス、車のことなどね、配信してます。興味がある方は、ぜひともチャンネル登録の方、お任せしますので、よろしくお願いいたします。あとは、サブチャンネル、日々の雑談、脊椿気づき日報などやっております。ショート動画もやってます。ショート動画とかもこれからね、配信していきます。あとはね、鉄道なんかも、チャンネルはあるんだけど、アップしてないので、なかなかできなくてね。そちら鉄道の方もね、随時ね、アップしていきたいなって思います。ネタはあるんだけどね、配信できてないんですよ。はい。あとは各種 SNS ね、Twitter、TikTok、Instagram などやっております。TikTok はね、YouTube ショートと似たような感じですけどね。あとは Twitter と、まあ、X かな、今はね、Twitter って言ったけど。まあ、Instagram もそうだけど、そちらの方も SNS としてね、どんどん配信しておりますので、よかったらフォローの方でよろしくお願いいたします。それではね、関津場でございました。ご視聴のほどありがとうございました。失礼いたします。はい。